ん、届きました。最新作です。これはですね、2ヶ月前に出したピンク70、80、90大ボリュームの作品の中のキャラクター、綿貫リリー。はい、この子のヌード雑誌のモデルをやっているっていう子なんですが、そのモデルをやり始めたきっかけとか、どういう気持ちでリリーはね、こだわりがあって、どのようなこうモデル人生を歩んでいくのか、などなど、この本当に始めたきっかけの物語です。ここからチャンネル、じゃん、ほら、この表紙も私相当気に入っていて、これはどこでしょう。結構有名な某飲み屋さん、飲み屋さんじゃない、某飲み屋街の、裏路地なんですけど、ここはね、まあ、中見たら分かる人分かるかな。あ、もうもう、はいはいってすぐ分かると思う似合うと呼ばれますが、ありがとうございます。で、これはあのオリジナルの小説が入っていて、さらに写真集ということで、もちろん写真もふんだんに入っているんですが、この綿貫リリーは、昭和1973年のヌード雑誌のモデルということで、雑誌の中の写真も入ってます。だから雑誌も兼ねてるんですよね。新しい形の写真集だと思います。例えば、まあ、見せられるところがなかなかない、当時のこの昭和のね感じの、当時の雑誌感を出すためにかなり森野健吾さん頑張ってくださっていて、例えばわかりますか、文字とかも入ってるんだよ、雑誌みたいに。もうね、見せられるところは少ないんだけど、こういう早い一瞬ね、大丈夫なやつを写してるつもりなんだけど、これね、私このもうタイトルがすごい好きっていうのがあってね、ぜひぜひ、あの新たなキャラクターも中に小説に出てきますので、あーはー、このシーンとかも好きなんだよな。そう、やっぱね、その当時の雰囲気をどうやったら出せるかとか、小物とか場所でも相当こだわって撮っております。ぜひ見てください。